はいお便り会でございますはいお願いしますええー、こちらからいきたいと思いますはいえー、ちょっと前のやつなんですけど、うんえー、はじめましていつもシボイ様の動画を妹と楽しく拝見させていただいておりますありがとうございます初めてお,お便りを送りさせていただきます、えー、今回悩みがあり内容的にも誰にも相談できないためシボイズのお二人にご相談させていただければ幸いです、うん 1>, えー、1ヶ月前に私の夫が足首にタトゥーを入れたのですが<え>その絵柄がショーケラという妖怪らしく、はい、なぜそれを入れたのかと聞くと夫は特に理由はないし普通に絵柄がかっこよかったからと言っていました、うん、私はその時なんか縁起悪いなと思ったんですが夫自身はとても嬉しそうにしていたのでまあいいかと思いました、うん それからなのですが普段の生活とは一変して悪いことが立て続けに起きました<ー>最初は夫の父親の大腸がんが発覚、えー、60歳後半なのですが自身の会社を持ち今でも現役で働いていて休みの日はゴルフへ行ったり毎日ランニングもしていて健康にかなり気を使っている方でしたので聞いた時は本当に驚きました、うん このことが発覚してから夫はとても落ち込んでいたので少しでも元気を出してもらいたいと思い夫の誕生日も近かったため以前からずっと行きたがっていたディズニーランドのチケットを購入次の休みに行こうと話したところ夫も少し笑顔になりディズニーランドに行けるのを楽しみしていましたディズニーランドに行く前日夫の母親から電話があり めったに電話なんてしてこないので少し嫌な予感がしたのですが嫌な予感が的中、うん、夫の母方の祖母が今朝亡くなったと連絡が来ました、うん、死因は老衰とのこと持病などは一切持っていなかった祖母が亡くなったことを聞き夫は次の日お通夜のため急いで地元,の、えー、地元に帰省しました 夫の親族はまだ誰も亡くなっていないためお葬式に出るのはこれが初めてとのことでしたまた私の話になるのですが夫が小ケラのタトゥーを入れてからなぜか夜眠れない日が続けています、うん、特に理由はないのですが玄関や窓がかなり気になって怖くて眠れず電話をつけて寝ようとしているもののやっぱり寝れなくて朝まで待ち外が明るくなってきたら寝るという生活になってしまいました、うん その話を帰省する前に夫に伝えたところ怖いこと言っていい小ケラって家庭を窓の外からずっと監視する妖怪なんだって、うん、俺もタトゥー入れた後に調べて知った結構悪い妖怪らしい立て続けに悪いことが起きてるのもこのタトゥーのせいなのかなと言われぞっとしました夫は幽霊などは大の苦手で信じてもいません その夫からタトゥーのせいかなと言っていたことも小ケラという妖怪は家庭を窓の外からずっと監視するということも聞き余計眠れなくなりました、うん、夫が大阪に帰省した際家に一人でいるのが怖くて耐えられないので近所に住む姉夫婦の家に夫が地元から帰ってくるまで止めさせてもらうことにしました、えー、夫がタトゥーを入れてから良くないことは立て続けに起きているというのを、えー、姉,姉の旦那さんにお話をしました すると、姉の旦那さんから、入れ墨入っている人たちの間で話されている都市伝説みたいな話なんだけど、うん、妖怪の入れ墨を入れるなら、それに対する何かを入れなきゃいけないらしいよと<え>、えー。竜とか虎、竜だったら虎とか、だからヤクザとかが入れる妖怪も、それに対するいい何かを入れているらしい。うん、知り合いのとび職をやっているやつも、片足に妖怪を入れ、もう片方に蛇を入れているやつ。 まあ都市伝説みたいな話なんだけどねと言っていました、うん、こんな立て続けによくないことが起きている中この話を聞き小ケラを浄化してくれるような妖怪がいないか調べたのですが、えー、一切知識がないためどうの妖怪がいいのか分かりません、うん、妖怪に詳しい林さん、えー、小ケラに対する妖怪がいたらぜひ教えていただけると幸いですはあということでいただきました全然ちゃうとこやな着地点がまああのー 足首にタトゥーを入れたんですけど、それがショーケラと。で、別にショーケラを意識して入れたわけじゃなく、なんとなくかっこいい。かっていらでしょ入れたら、非常に立て続けに悪いことが起きていると。そんなかっこよくないよ。<laughs> ショーケラ。まあ別にその、ーケラがどうっていうこと以外で、妖怪を入れるん妖怪の都市伝説で、妖怪は入れるんだったら、何か入れなきゃいけないと。大する。難しいなぁ。まあ、小ケラってかな、<laughs> 単に言うと、うん、人を監視して、その罰、うん、あ、罪か、その罪っていうのを展開に伝える妖怪とかって言われてるんですよ。うん、監視役みたいな感じなんですよね、うん。だから、チクるやつって感じでしょそうチクリやね。でもそんなにね、細かく伝承が残ってないんですよ。うん、絵は残ってるし、そういう妖怪って分かってるけど、それ以外に分かってなくって。うん、ただ、一個、うん 小ケラが来ないようにするっていうおまじないがあるんですよね。小<お>ケラなんたらかんたらよみたいな。そのおまじないを言えば小ケラが家に寄りつかなくなるっていう話があるんですよ。うん、それ掘ったらじゃあ。おまじない自体をね。ああおー なんこれは何な,な,んなんだろうねバランスが崩れるみたいなことなんかなんその妖怪を入れ,入れちゃうとね竜とか虎は確かに対になってるイメージ結構あるなうそうですねでもそうか虎は虎だけじゃないか竜は竜だけとかまあまあそういう人もいるし竜をに2頭2頭、うん、<laughs> んていうの二匹竜二2頭2尾んていうの竜って <laughs> ちょっと分かんないけどあの。 数えるのが、うん、でも2つ入れるとか3つ入れるとかもあるしうん,、うん、うんでもこのとび職の妖怪入れてる方はヘビを入れてバランス取ってるっていうのはなんでヘビなのかな<ー>と思うしねちょっとルールは分かんないけど、えー、まあでも都市伝説であるっていうのは面白いねそうすね妖怪入れ,るとれ初めて聞いたわこのタツ業界の人しか,か。 うん、知らなそうな。じゃあそれ聞いたらいいんじゃない妖怪入れたら次、次になる何入れてるんですか他の人はって。ね、その妖怪ごとで違うのか、うん、えー、そんなのな、なんなんだろうな。そんなの <laughs> いやいや、まあ別に、えー。えその、これっていうのはあるとは思わないけど。うん、え、カッパやったらきゅうり書くみたいなこといや、これは妖怪同士なのかなと思ってあ、妖怪同士ってこと妖怪とかその、 神獣とか、うん。はい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 。要は、ね、竜、虎、蛇、うん、とか来てんだったら、うん、なんかそっち系じゃない、うん、聖なるもええ。のとか。えーっとね、なんだったかなえこう、更新っつったかなぁ。更町待ち町っていう日があって、一、うん、日、根ずの晩をしなきゃいけないっていう日があるんですよ。はあはあ、はあ、じゃないと、その体から、えー、っとね、うん 虫が出ていって、うん、その虫が寝ちゃうと生い出ちゃうって言うんですよ。その虫が体の中にいなきゃいけない虫が。うん、でだから、その更新待ちっていう日はずっと寝ずにいなきゃいけないっていう信仰があるんですよ。うん、その時に症刑ら覗いてくるんですよあ。あいつの体から虫出てんで、みたいなとかね。うんうん、でそいつの,あの罰っていうのを天帝だったかな。その、まあ何にせよ別の次元にいる、うん 神様にチクるんですよ。うん、あいつは悪いことこんなんしてたはい、はい、みたいな。で、罰を与えるっていう妖怪なんすよ。だから、なんか、まあ、そいつ自体は大したことない感じだ、ねうん、だから、小ケラを足に掘ることによって、ずっと見られていくことになるじゃん。悪事をずっとチクられるそう,そうそうそう。だから、あのー、ちゃんと反省しろ、ね、その人はもう。<laughs> 悪いことしてんだろ足に小ケラ掘るんだから。まあ、可能性はあるよ、ね、そうでしょ なことはないと思うけど。じゃあ、あれなんじゃないの目、目を見えないようにするんだよ。え、だか、小ケラ消したいんじゃないの普通に。そうそう。とかね。まあでも、気に入ってるんだったらね、あれですけどだから、小ケラがさ、チクってるんだとしたら、小ケラのところにさ、サングラスかけるとかさ。見えないように足して、こう。ああ。あの、除去するの大変らしいからさ。まあね。痛いらしいし。でも、それだとさ、その人の思うかっこいいじゃなくなるんじゃないいや、まあまあ。まあ、そっか。 いい感じでねできるんだったらおまじないじゃないうんんか調べると出てくると思いますよその「小ケラが寄りつかなくなるおまじないがあるんでそれを書き込むなりしたらじゃあそれはちょっと面白いな言うとか口でうんかなまあもう肉ハグとかしかないよね皮か皮ハグとかその自力でやるならその「小ケラのねうんまあそんな感じかなうん ついになる妖怪なんていないだろうからな別にいやいないよちょっとあんまり難しいかもね、えー、はい、まあ、だいぶちょっと特殊な話だな、はい、いや面白い話ですけどね、はい、ありがとうございますはいありがとうございますえー、あとねこれもちょっとね昔送ってくれた感じなんですけどうん、うん、あのちょっとタイムリーな要素もあるんで読みたいと思います えー、初めまましして、ペコと申します。日頃より年市防さんの動画を楽しく拝見させていただいております、はい、自分の過去にあった心霊体験をぜひ取り上げてもらえたらと思い連絡させていただきました、うん、ただこの話を聞いた人は実際に似たような体験をする霊障があるなどといった話もあり取り扱いいただけるかは分かりませんが自分の体験した話をしたいと思います最悪じゃん。 自分は林さんと同年代で、自分たちが小さい頃はホラーブーム真っただ中だったと思います。うん、そんな頃の夏休み、隣町のおばあちゃんの家に、うちの家族や親戚たちと集まっていました。そこで姉が買った少女漫画の一部に怖い話特集があり、うんうん、具体的な内容までは覚えていないのですが、その中の一つに、読むと1週間以内にこの話に出てきたお坊さんの幽霊が出てくるという話で。 後日来る系の話でした。こういった話を読んだのがその時初めてだったこともあり、当時は非常に恐怖したのを覚えています。その晩からなかなか眠れず、家のきしみなどに覚え怯えて夜を過ごしていましたが、うん、数日経つと忘れてしまい、気にしていませんでした。うん、そんな時の晩ご飯の時間です。親戚のおじさん連中やいとこたちと,おとお大人数でご飯を食べ、 子供側は食べ終わった後みんなでテレビを見ていたのですが突然玄関の方からドアをガシャガシャと鍵が閉まっているけど無理に開けようとする音が聞こえてきました、うん、え何と思ったのもつかの間ある変異に気づきました、うん、なぜか一緒にいたいとこや親戚たちが時間が止まったかのように微動だにせず無反応でテレビをただ見ているだけだったのです、うん、なぜかテレビだけは普通に流れていたのを覚えています 何々と戸惑っている中テレビの後ろが障子になっていたのですがその障子の後ろを傘サ,サの帽子をかぶっているお坊さんのような影がスーッと横切る姿が通った奴、はいうん、が来たやばいと思い唱えると消え,消えると書いてあった呪文を必死に心の中で唱えていました、うん、怖くなり目をつむり何度も何度も唱えているうちに気づいたら周りも普通にテレビを見て談笑をしたり元に戻っていたのです うん、その後は特に何もありませんでしたが当時幼少期体験した体験談です、うん、ただこの話には後日談がありますそれから時は経ち自分が20代半ばになった頃大人になってオカルト好きは変わらず職場の仲間うちと飲んでいた時に怖い話をしようよという流れで自分がここで書いた幼少期の体験をそっくりそのまま話したんですが、うん、そのうちの一人が「数日後その幽霊が本当に来た」 と言い出したんですん聞くところによるとこの話を聞いて数日後部屋に1人でいたらテレビが砂嵐になりドアをガチャガチャされまさかと思い消える呪文を唱えたところ元に戻ったということでした、うん、自分で話しておいてなんですが幼少期の記憶なので知らず知らず持っている部分もあると思いますしちょっとそういうの体験してなくても言い出しそうな人だったので「なばかな」とも思ったのですが。 このくらいの年齢になると情報社会なのでこのことを調べてみようと思いネットで検索、うん、ずっと防いでいたのですがこの話というのはタイトルが「岡室」というタイトルです「えうん、岡室怖い話」で検索してみたらえ閲覧中名称あり読んではいけない話などと。 物騒、えー、な文字が並び<ー>自分と似たような体験をしたような体験談も書かれていました、うん、ちなみにこの時までこんな有名な話だとは思っておらずマジであのの人体験ししたのかもとと思いさらにゾッとしました、うん、またつい最近ですが当時とは別の会社に今は勤めておりそこで仲良くなったオカルト好きな人に、えー、同様に書かせてもらった話をしたらその友人も数日後金縛りに会い窓をガチャガチャされた という体験をしたと報告を受けまし、えー、らにぞっとしましたこれが自分の体験談となりますえー、林さん岸本さんお,お力でこの話の内容をぜひ調べてみてもらいたいですまた実際に本当に危険な話なのか検証などもしてもらいたいですこれいただきましたこれたまたま俺に送ってきてるのかないやもうだいぶ前の話よそうか俺岡室さん出てますから、ね、1年以上前映画のいやだ,だからよ だからたまたまそんなねこれをだから別にそれがあったっていうのは知らないで送ってきてたんだけど体験者がいてしかも3人ぐらいいることだから僕もだから岡室さんのトークショーがあってそもそも岡室さんっていう映画もあのバンアパっていうんでしたっけバンドアパートバンドアパートバンアパの原さんがベースですよね 原さんでね。はい、そう、ベースやってる原さんが、そもそも、その、学校行ってる時に、岡室さんの話を聞いて、うん、で、実はこの話を聞くと、同じようなことが家でも起こるんだよって言われなんで話すんだよって言って、家帰ったら、実際変なことが起きたと。うん、体験したっていうね。うん、で、変なことが起きたんだよって言って、他の人に話したら、その人も起きちゃったって話なんですよ。うん、で、そもそも岡室さんっていうのも、 えっと、なんか、回勤本というか、回勤を集めたような、うん、えっと、まあ、本がありまして、その中で岡室さんっていうのが初めて投稿でもって名前出たんですよ。うん、90年の頭とか80年のケツぐらいかな、うん、に出てきて、それによると、あの、コンコン、コンコン、コンコンってノックしてくると。うん。うん。ノックなんだ。うん。ノックしてくると。うんうん、で 岡室さん、岡室さん、岡室さんか、岡室、岡室、岡室,岡室って3回言ったら、うん、それが溶けるっていう。だからガチャガチャじゃなくてノックなんですよね。僕は知ってるのは。うん。うんノックを、そう、うん、コンコン、コンコン、コンコンって2回ノックを3回かな。うんうん、3回ノックを2回か分かんないですけど、決まったノックの数なんですよ。うん。で、ガチャ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 されると。うん。そこは一緒なの。うん。うん、で、その、 コンコンってノックした、そのノックに対して、はいとか、答えると。答えたりとか、しないで無視しちゃうと中に入られて殺されちゃうみたいな話です、ね。無視すると無視するとですね。うん、とか、岡室、岡室、岡室って言わないと、中に入ってきちゃって殺されちゃうっていう話です。うんうん、うん、だから入られる前に対応しなきゃいけないから。そう、岡室、岡室、岡室って言わなきゃいけないっていう。うん、どっから岡室が来てるかわかんないし、 なんお坊さんの感じだったよね、確か。お坊、コムソウっすね。コムソウか。なんか傘、傘かぶってるやつですね。で、えっと、最初の、だからその、岡室さんが乗った初年度は、本ね、は、殺されるなんて書いてないんですよ、あの、すみさん調べ。だから来るってことでしょ来るってこまでだけ。 二年目乗った時には、うん、殺される首を跳ねられるか言んですよ、うん。まあまあ、そこはなんかわかるよね。で、これどうしてこうなったのかなと思ってたら、うん、初年度の岡室の横に、なんたらばばいうのが映ってて、な、うんたらばばが無視すると殺すっていう文言だったんですよ。うん、もう何せ恐ろしいやつで、うん、多分これがミックスしちゃったなと思うって言ってました。うん、というのも、投稿してる人が一緒なんですよ。岡室さんとなんたらばば。うん。うん、だから多分それが、 ごっちゃになって2年目ミックスされて本に載ったんじゃないかってでそのミックスされた誤った情報がその現代まで伝わってるんじゃないかっていうのを鷲見さんが言ってましたねうん、うん、まあなんかお俺はも盛られたのかなと思ったけどね多分横のやつが口だと思う,うん、うん、っていうなんかそのね、えー、結構恐ろしい妖怪ですよまあだから 体験者すごいっすねがちょくちょくいるんだったら、うん、あの面白いやなと思ったけど、うん、実際でも何人か体験してますからねまあでもこれだから聞いたらなるってことでしょ、うん、そうそうそう <この S 1> 岡村の話を聞くとねそうもうところ来た人はちょっとまた連絡いただければまたデータが取れんじゃないかなと、ね、いや原さんの話はおもろかったな岡村の話すげえ笑っちゃった れでもななんんかおまじいするだっけ岡室岡室岡室って言ったらいいそれなんだ3回うん岡室岡室ノックされたら岡室岡室岡室って言ったら会議がなくなるんないとそうだねまあ具体的には書いてなかったそうです岡室岡室岡室ですね名前を3回呼ぶとそうなるっていうじゃあそこまで覚えとけば大丈夫んじゃないかなっていう感じなんで岡室さんもね映画やってるのぜひぜひ見てくださいあの すごい僕が開演してるんで開演ねはいかもう結構あのあれなんでしょうスプラッター的な様子そうですかなりスプラッターですねもうバンバン人がなくなっていきますなんかねそこが結構うん邦画ではよくそこまでできたかみたいなしかもこれ撮ってる監督さんが22んですからねうんすんごい若いんですよ男前の子でねうんはいありがとうございますぜひぜひ見てみてくださいえどうでしょう じゃあもう一個ぐらいはい、はい、え2、ー、度目のお便りですとありがとうございます、えー、以前私のお寺の裏のさ銭箱のお便りを読んでいただきありがとうございました、うん、オカルトネームは越後男子と申します,ます、えー、今回はもう一つ私の体験談をお話ししようと思います、はい、あれは私が小学生の頃だったと記憶しています家族で福島に旅行に行った時のこと 1>, 1泊2日の旅行,旅行でどこかの旅館に泊まりましたただただ楽しく観光し夜も普通に寝ていたのですが夜中にふと目が覚めました目が冴えてしまい眠れなくなったので何とか寝ようと目をつぶっていたのですがその時部屋の外から何か金属音のような音が聞こえました、うん、私は何の音だろうと思いその音を聞いていましたその音は人が廊下を歩いているような感じで 例えるるななら鎧を着た人が歩いていてような感じ、えー、その足音はどんどんと私のいる部屋に近づいてきましたすると私のいる部屋の前あたりで音はぴたりと止まりました何かゾクッと寒気がした私は布団の中に顔まで全身を潜らせましたすると戸を開けたような感じは全くなかったのにその音は部屋の中からし始めましたやばいと思って 私は息を止め、気配をできる限り消そうと。その時私の布団が突然めくられ、中に誰かが勢いよく入ってきました。うん、あまりに驚いた私は飛び起きたんですが、布団は誰にもめくられた様子はなく、部屋にも誰もいませんでした。恐ろしくなった私は家族全員を起こし、さっきあった出来事を話しました。すると父が、もしかしたら部屋のどこかにお札とかあるかもな。 軽く冗談っぽく言ったので部屋のあちこちを探してみました掛け軸をめくって裏を覗いたそこにはいつ貼られたのかわからないような少し古くなったお札が貼ってありましたさすがに気味が悪いので事情を話し部屋を変えてもらい朝まで過ごしました事情を話した時の旅館の方の反応は特に驚いた様子もなかったのでもしかしたら今回は初めてではなかったかもしれません、うん、よく考えてみたら歩く音がカンカン となっていたように思ます以前林さんが YouTube で話したカンカンに少し近いのかなと思いましたがどう思われますか今回も長く質問へ申し訳ありません読んでいただけたら幸いですはいということでカンカン的な体験談ということですあれはカンカン鳴らしたんですもんね女性がねカン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 ってねカンカンの話はわざと鳴らしてるいなことだったんですよねうん 急と急にでもこれはあれですもんねその鎧武者みたいなでこの方は思ったってことだよね,ね、うん、ただそれがまあ正しいかはちょっと分からんけどねまあでも実際さ、うん、そのえー、っと古物商の人とか話聞くと、うん、呪われた甲冑ってあるみたいでさ甲冑が呪われてるのうん呪われたたってあるみたいで別にその ねえ、実際使われてたもんじゃなくって、昔の。昔のものではあるんだけれども、使われてなくって、そもそも,そも飾るように作られたカッチなんですよ。うん、呪われたカッチと言われてるものが。ういうね、はい。派手めに作られて、敷き上げるそう,そうなんですよ。ただ、いやあ、違うで敷き上げるとかじゃなくて、普通の,の、見るものとして。あ飾りで。もうもう本当に戦とかがない時代に作られたものですね。は,は,はい。なんですけど、まあ、カッチが何せ呪われてて、うん、なぜかわかんないですけど、うん、甲冑カッチがいろい動き出すとか、位置が変わるとか、 うんで,でも戦いには出てない人出てない、出て全く出てないよ。なんかない、ね。逆っぽいよね。普通、うん、使われたそうがやりそうなのに。そ,うそ,うまあ、そんなもの、残ってんのかね、わかんないけど、うん、その人のね、一般の家に残ってないと思うんですそんな簡単には、その使ったものなんていうのは、うんその。僕が聞いたのは、見るため、観賞用の甲冑でもって、うん、最近作られたものなのに、数十年前とかに作られたものなのに、うん ガサガサカシャカシャカ,カシャカシャ動く音が聞こえたりだとか足ビ、うんあのー、みたいなの吐かすんですけどねあれって足ビ、うん、みたいなの吐かせてて足袋の跡が廊下についてたりとかでも甲冑はそこにあるんですよ。うん、とか,だから足跡だけがだそうそうそう、うん、とかでそのーなんだ甲冑観賞用の甲冑の足ビみたいなのがあるから全部ねその後ろフット見てみたら。うん あの全部ほこりかぶってるものなのに、うん、甲冑のそ足袋の裏だけほこりかぶってなくてほんまに歩いたん違うみたいなとかねうん、うん、かそんなんがあったりとかしてて結構ね甲冑の話は聞けましたよたくさん洋風は結構あるイメージだよね洋風はね首なしとかいろいろありますからね甲冑というか騎士の方ね、うん、そうですね、うん、まあ鎧が動くっていうのはありそうな話ではあるけどもともとだってこの場所でなんでっていうのはあるよな、うん、あの 水木しげる先生のガシャドクロ、うん、あれももともとあの海外の鎧が勝手に動くっていう妖怪がガシャドクロって言われてたんですよ。うんうん、ガシャガシャ動くからガシャドクロなんですよね。うん、お城にいた首なしの甲冑が勝手に動いて、うん、でそれをガシャドクロって斎、えー、藤森弘先生が名付けたんですよ。うん ほんなら、そのガシャドクロを水木しげる先生がすごいいい名前だって言って、ガシャドクロの名前をもらって、で、えっと、滝屋シ姫だったかな滝屋シ姫が召喚したも,うものすごいごっつい骨にガシャドクロって名前つけたんですよ。うん。名前だけ、そう、もらっちゃったっていう。もともと結構やっぱあるんですよね、その鎧が動くみたいな海外。ヨーロッパだったかな、そのガシャドクロは確か。 もともとのやつはねお城にいやっぱりだからそっちなんだうんかあるみたいですよヨーロッパ寄りなだヨーロッパ寄りって言ってた確かねとまあ思いですけどかだからドラクエみたいのに動く鎧みたいなのあったけど実際にあったところから作られたのかもしれないああそうですね実際にあったようなので最近の話ですし甲冑の動く呪いのっていうのはねまあでもこれはうん 襲われたような感じだけが残ってるっていうところで終わってるから、ね、まあまあ、何だったんだろうねっていう感じで終わっちゃってるけど、まあ危険がなければね、いいけどね、その動いてるなら。まあちょっと怖い体験だっていう感じではい、ということで、えー、こんな感じでコメントり、はい、ありがとうございます、えー。ありがとうございます。ちょっとね、前のやつとかもたまに読むんで、えー 諦めずに送っていただければと思います。はい、じゃあ終わりたいと思います。はいえー、我々 Twitter やっております。最新情報はそちらで、えー、ぜひ見てください。都市ボイズで検索でとい出てきます。はいえー、ブログがございます。過去のアーカイブはこちらで全部聞けるようになっております。えー、さらに都市ボイズメールございます。都市ボイズ0にアットマーク Gmail.com。TOSHIBOYS0 にアットマーク Gmail.com。こちらご意見ご要望、お便り、えー、お願いいたします。 えー、お仕事ご依頼は別で、えー、ホームページの問い合わせフォームからお願いします以上でございますはい今回の話で生まれたロマンの原石磨くのあなたの好奇心ですイルミナイルミナイルミナありがとうございました